さっきね、通り過ぎたね、寒天麺さんがあったんでね、ここでね、食べましょうか。でもここ食べれるのかな。すごいよ、この場所。あれ、アンデルコン、ここで食べましょう。いいですよ、この場所。最高に僕は好きですね。今日はこの寒天麺さんでね、夕ご飯食べたいと思います。最高ですよ、これ。このなんか細道がねえじゃん。OK。This guy は？あお。This guy？ This guy？ いろいろなお客さんが話しかけて来てくれてますけど、いいですね、このね。なんだろう、細道というかね、最高。お肉がもうめちゃめちゃ美味しそうですね。レプチャイ。アンデンジ。トアンナ。トアンさん。はい。レプチャイ。はい、ということで到着しました。カウンターですね。非常に美味しそうです。これ見てください、この照り。テイクアウトしてるお客さんもね、結構いるのでね、ここは美味しいと思います。はい、いただきましょう。ちなみに私がオーダーしたのはこのね、お肉ですね、豚肉。ちなみに私がオーダーしたのはこの豚肉のお肉と、あとですね、目玉焼きですね。あとこれチャーという、これ卵と、あとひき肉が詰められたものだと思いますね。あと野菜ですね。はい、それとこのね、カムタムには絶対必要なこのヌクマム、これをね、開けましょう。これはね、絶対必要ですよ、皆さん。もうこれは間違いなく美味しい。浴びたいぐらいですよ、これ。こちらはベトナムのね、スープですね、ついてきたもの。カンチュアっぽいのかな、多分。ちょっといただきますね。うん、カンチュアですね。酸っぱいスープ、美味しい。無料でついてくるね、トマトとか、あと高菜かな、これ。こういうやつがね、入ってます。うん、最高。これ見てください、これ。お茶、もうセルフのカップですよ、これ。こんな感じでね、席に置かれてます。で、これ年季が入って、このボトル中にね、氷ががっしり入ってるんでね、冷たいです。まあこういうのをね、敬遠する人もいるかもしれないですけど、私はね、もうグビグビ飲んじゃいます。最後、はい、それではね、いただきましょう。お腹ペコペコです、皆さん。まずはこのね、お肉だけ。最高。豚肉も柔らかい。これも中ふんわりしてて、卵とあとひき肉とか、ひき肉が入ってるのかな。うん、でもすごい ふっくらして、お肉の味もねしてね、美味しいです。うん、これはもうね、ぐしゃぐしゃにしてね、いただきますからね。ちょっと見た目汚いですけどね、美味しいです。あとね、この屋台あるあるなんですけど、もうスプーンとね、フォークがね、もう柔らかいんですよ。だからちょっとこうやるとね、ぐしゃってなっちゃうんでね。お肉、卵、
で、この茶というものですね。いただきます。言葉はいらないですよ、本当に、うん、本当にヌクマムと卵とかご飯、鶏肉じゃないや、豚肉、もう最高に絡み合います。これです、ヌクマム。もう上からかけちゃいますよ、これ。フォーもね、もちろんね、美味しいですけど、ぜひ皆さん、簡単にね、ベトナムで食べてください。うん、目の前最高ですよ。こんな感じでバイクがバンバン通って、やっぱね、前も話したかもしれないですけど、これがね、やっぱ東南アジアでいいですよね。プラスチックのね、椅子とテーブル、テーブルと椅子ね、そこでね、この豚肉をがっつくね、おっさん、いいじゃないですか。ちなみに、私がね、座っているこの後ろ、シャッター閉まってますけれども、これはね、日中ね、お店やってるんですけれども、夜になると閉まるんで、まあ、こういったね、空きスペースができるんで、こういったところに屋台出してね、前行った海鮮レストラン、まあ、海鮮屋台ですね、あと鶏飯屋さんとか、こういったカムタム屋さんとかね、麺屋さんとかいろいろ出してね、販売してるね、屋台多いです、非常に。ちょっとね、僕もやろうかな、野良犬レストラン。誰も来ないか。はい、そういうことでね、お会計しましょう。私の予想だと3万5千ドンか4万ドンかなと思います。はい、よし、行きましょう。はい、今ね、お会計しました。大外れ、4万8千ドン。お前何年いるんだって言われるかもしれないんですけど、その通りです。はい、それぐらいの力です、私は。申し訳ない。でも4万8千は全然ありですよね。目玉焼きとチャーと、あとカンカンですね、美味しい。何よりもね、このね、なんだろう、このガチャガチャした感じでね、食べる料理、屋台飯が大好きなんで、最高だな。ここに住もうかな。はい、帰りましょう。よいしょ。ベトナムはね、パンはね、非常に美味しいですね。食パンもね、美味しいです。フランスパンも美味しいです。ベトナムパンはね、私の野良犬自体だとすごくね、美味しいと思います。はい、このパン買いましょう。ミルククリームパン、150円くらいですね。アーモンドクロワッサン買いましょう。掘り出すケーキもすごい種類ありますね。はい、パンもね、ゲットしましたのでね、帰りましょう。はい、皆さんこんにちは。今ね、昼食をね、食べにね、向かってる途中です。うわ、すごいセクシーなお兄さんがいますね。すごいな、上半身裸、ヘルメットなし、しかもタバコ吸いながら運転するってすごいですね。とにかくね、今昼食食べに向かってるんですけれども、行こうと思ってたぶっかけ飯屋さんがね、もうちょっと昼も遅いんで種類もなくなってましたので、急遽ね、そこは行かずに麺料理をね、食べにね、向かいます。今日2時からね、タンフークなるんですけれども、ここら辺で打ち合わせがあるんでね、それも兼ねてね、こっちに来ています。今日向かっているところはね、ホーティウ南蛮というホーティウ屋さんになるんですけれども、一度ベトナム人の友達と来てですね、結構美味しかったので、そこでね、ご飯食べようと思います。ここはね、意外とホー屋さんとかホーティウ屋さんが多いんですよね。マジか、閉まってるね、これは悲しいな。マジか、俺は参ったな。もういいです、ここで食べましょう。
中で食べようか。どうぞ、どうぞ。はい、ということで席にね着きました。これね、包丁屋さんですね。今回ね、このね包丁芸というかカニが入った包丁をね頼みたいと思います。あとこれはイカですね。イカの包丁ですね。あとエビ入りですとか、いろいろありますね。まあ、今回これをねオーダーしたいと思います。これがね到着しました。これがねオーティウの麺ですね。透き通っててね、ちょっと細めなんですが、私もね好きな麺料理の一つですね。と入ってるのがこういう魚のすり身、あとイカですね。じゃねえよ、イカじゃないよ、ごめんなさい、あのカニですね。カニのねこういう身が入って、あと野菜ですね。こういうスープは私初めてですね、包丁で。なんだろうこれ、ね、ちょっとね食べてみたいと思います。匂いはめちゃめちゃいいです。それではねいただきます。それではいただきましょう。まずはねスープですね。うん、包丁ですね。包丁のスープだけどもあれですね、うん、あっさりしてるな、このホーティーのスープ、うん、カニの味もしっかり出てますね。やっぱホーティーはうまいな、本当に。で、で何でもうまいうまいってますからね。すいませんね、まずね、いただきます、麺ね。この黄色いのはおそらく卵ですね。いつも食べてるのがホーティウ南蛮っていう、あのプノンペンから来たね、由来とされてるホーティウを食べてるんですけど、こういうホーティウ南蛮以外のやつを食べるのは久しぶりですね。スープがうまいわ、ほんと美味しい。お腹減ってるんでね、なおさら美味しい。うん、すり身、うん、カニ、ちょっとほんと替え玉欲しいな。すごい食べやすい、うん、ところどころにねピリッとくるなんか胡椒っぽいのも入ってたよ、うん、最高だこれ。ちょっとね、これじゃ足りないんでね、もうおかわりしました、麺だけ。今ね、麺を待ってる間ですけども、おそらくここはすごくできたのは比較的新しいお店だと思いますね。店内もすごい綺麗で清潔感が非常にありますね。ただね、時間帯がちょっと遅いんで、お客さんね、一組だけしか入ってなかったですけど、スープはうまい、うん、湯こいてたら本当もう2時近くで、1時50分で2時から打ち合わせが、速攻で食べますね私来たら。あ、カムン、オッケー、やるまん、オッケー、あ、オッケー、カムン。頼んだらこれが来ましたね。私替え玉みたいな感じで思ってたんですけど、やばいやばいやばい、マジか。これはこっちに置いといて、ホーティウだけ食べるやつ、まあ、スープが美味しいんでね。麺でいうと結構フォーとかレブンとかと違って多少ね歯ごたえがありますね。ちょっとマジで時間と格闘っす。
ご飯もらえないかな。ご飯を入れて食べたい。スープね、ほんと美味しい。汗がすごく出ちゃうんで、ちょっとね、残します。今でもちょっと汗かいちゃってるんで、かなり打ち合わせの前でね、汗だくで来たら、お前何やってんだって感じになりますからね。2ついただきました。こっちは冷えてるからでも飲めるか。うん、おいしい。これご飯入れてもほんと最高ですね。ちょっとご飯もらえないかな。はい、そういうことでね、ごちそうさまでした。それではね、ちょっとねお会計します。はい、今ねお会計しました。合計で5万8000ドンになります。これが、4万8000ドンですね。一番最初に食べたので、あ、そうするとあれか、このおかわりの1杯分は1万ドンですね。そうすると安いですね。多分おかわりした場合1万ドンぐらいになると思うんですが、美味です。本当に美味しい。で、この黄色いものをね、さっき店主の人に聞いたら、あの卵ということだったので、私の野良犬もね、なかなかになってきたかもしれないです。はい、ということでね、これからね、もう行きます。ありがとうございました。今日はですね、オフィスのね、近くで昼ご飯をね、食べようと思います。初めて来るんですけどね、多分美味しいかと思います。こうやって見るとあれですね、全種類揃ってますね。文房具ですとか、文流、文もボディオですね、万感、ミコアンですね。すごい、オールスター勢揃いですよ。ベトナム麺料理フォーはないですけどね。ちょっとね、今日はね、この文流コアを食べたいと思います。分流コアを頼んでね、今待ってますね。周りのお客さん見るとみんな文房具を食べてるんで、おそらく文房具が有名かもしれないですね。来ました、分流コア。あと野菜ですね。分流コアあるので、これはね、カニですね。カニボール、あと具の麺にこういったね、トマトが入ってるますね。ちょっとね、酸っぱいスープなんですけど、非常にね美味しいです。で、これは豚の血を固めたものですね。あと揚げ豆腐、これはお肉ですね。美味しそう。それではね、いただきましょう。野菜は全部に入れちゃいましょう。ザン、これ混ぜ混ぜして、このお湯でね、ちょっとね煮ます。スープからいただきます。うん、ここはあっさりしてますね。うん、こう見ての通りに、こう透き通ったね、トマトの味が結構するかな。ちょっと酸っぱいあっさり系の感じの味ですね。それでは麺いただきます。もうね、お腹減ってるからね、めちゃめちゃ美味しい。あとこれですね、ジャガーもありますね、すり身。うん、あとこのカニですね。そのまま、日本でいうと富士そばでそば食ってる感じですかね。言ってたな、富士そば。カツ丼とそばセットが食べたいですよ。これはね、これは骨付きのお肉ですけど、うん、うまい。塩味が効いてて、豚の血ですね。これ自体にね、
味はないんですよ。でここも特に臭みとかもないですし、味がない、なんかこうなんだろう、揚げ豆腐。いただきます。そうですね、なんか味がない。まあそうですね、豆腐をなんか固めたような感じですよね。多少味があるかな、でも何かは分からないです。茶碗蒸しをね、薄い茶碗蒸しをちょっともうちょっと固めた感じですね。でもこれ毎日食べてたらね、痩せますよ多分。まあ、炭水化物ありますけどね、分は。ただすごいあっさりしてて、野菜もいっぱいあるんでね、ヘルシーですね。ちょっと午後パワー出るかわからないな。ごちそうさまでした。もう超高速で食べましたね。今ねお会計したら、一杯ね3万分でした。なので150円ぐらいですねになります。いいっすね、美味しかった。行きましょう。はい、到着しました、イオンです。あ、空いてますね。おそらく空いてます。入り口に行列ができてないので。でもバイクは結構ギシギシに入ってますね。ハイランドコーヒー、人も入ってますね。ピザハットもあり、KFC もあり、いいですね。よし、ちょっと上に上がりましょう。そしたら多分12月31日とかになると日本は多分イオンモールすごい混んでると思うんですけど、ベトナムは全然ですね。牛角もあります。ここはまだ来たことないですけどね。一区のレタントにもあるんですかね。牛角はね、確かね12月31日ぐらいまで、食べ放題やってたんですよね。60万円で一人でも OK って感じ書いてあって、もう行きたかったんですけどね。皆さん見てください、温野菜食べたいな。今度来ましょう、本当に。ここスキーやってますね。ここ牛角、牛角でもランチセットやってますね。こんな感じで3点セット牛角、まあ1000円、800円から1000円ぐらいですよね、うん、でもどっちかっていうと、あ、これは、あ、そこはいいですね。焼肉とあと鍋ですね。安いな。30万ドンと30万、1500円から1700円ぐらいですか。これ食べれますね。ちなみにすき家こんな感じです。牛丼4万2000丼から210円ぐらいですね。で牛丼 M チーズ牛丼、おなじみのね牛丼もあります。ペッパーランチもあります。丸亀、何回ぐらい来てますかね。台風のこのイオンは4、5回来てると思うんですがね。それではね、ここでねうどんをいただきたいと思います。メニューはこんな感じですね。日本でいうとこのぶっかけの5万5270円とかこのぐらいになりますか。これが多分一番シンプルなやつかな。もしくはこの釜揚げうどん3万9000丼で小さいやつですね。うどん、カレー、肉うどん、こうやって見るとね結構しますよね。だって L で520円ですからね。おなじみのこのお盆頼みましょう。私はね普通のね、ぶっかけうどんの L をね頼みます。7万5000丼です。プラス天ぷらとかね入れたいと思ってます。ここでね天ぷらの容器を取り、味玉ありますね。1万丼50円。それには目もくれず天ぷらですね。串焼き、やっぱエビですよね。エビ2万2000丼。どんな天ぷら、あとあれですね、これね
かき揚げ野菜1万8000丼です。90円。ちょっとね暑いんでね、冷たいうどんをね頼みました。じゃあ、ありがとうございます。はい、頼みました。冷たいうどん行きましょう。これまで頼んだやつで、10万2000丼なんでだいたい510円ぐらいになりますね。あ、カムーン、ありがとうございます。こういうねパクチーですとかネギ、あと唐辛子、わさび、生姜、天かすですね。こういったのはね揃ってますね。ちょっと天かすもらおうかしら。天かすもらって、あとミックスで持っていきましょう。あと生姜、失礼します。はい、 OK。はい、ということでね、いただきましょう。お腹がね、ほんと空きましたんでね、こうね、冷たいうどん。結構ね、私一人で見ると、量はそこまで大きくないですね。あとこのね、天ぷらっぽい、さつま揚げっぽいやつですね。まずはね、普通にいただきますね。うん、今まで冷たいもの食べてなかったんで、冷たいのを食べると日本の味に似てますね。あったかいのだとなんかね、ちょっとこう強いつゆがイメージがあったんですけど、これはね、うん、非常に美味しいですね。エビ、丸亀製麺で日本の時にそんなエビ天食べたことなかったんであれですけど、こんな感じですかね。ちょっと衣がふんだんに使われてますけど、あとちょっとね前後して申し訳ないですけど、ネギ入れまして、あと生姜ねあります。はい、でもねうどんはね美味しい、冷たい方が美味しいかもしれない。あとこのね、さつま揚げ、うん、これはね、追加で買うと2万2000丼ですね。なんで110円ぐらい。生姜入れたら相当美味しくなりましたね。これね、これもちょっと、うん、これもね、汁につけて、うん、野菜の甘みもして非常に美味しいですね。うん、これは丸亀に行ったら私もね必ず頼みます。うん、やっぱもっと麺が欲しいな。追加できるかなこれ。まあ最近はなんか理由がわからないんですけど、お腹が減るんですよ本当に。夜ご飯なんて特にご飯食べるじゃないですか。その後なんかもうちょっと食べたいなっていうね、麺行ってご飯食べるみたいな、育ち盛りだな、参ったな。もうね大晦日なんでね、エビの尻尾まで食べますよ。全部食べます。あ、やっぱ本当にね冷たい方が美味しい、断然美味しい。うん、これはもう潰しちゃっていただきましょうね。はい、まあ、明日1月1日なんですけど、もちろんねベトナムもね1月1日はお休みなんでね、あと 2日が日曜日ですか。なんで1月1日2日はね休みでね、めちゃめちゃハッピーです。嬉しい。ベトナムはね皆さんね休みが少ないんですよ本当に。日本は毎月1回休日、祝日あると思うんですけど、ベトナムはね、4月の30かな、5月の1日、あと9月の2日、
あと1月1日、あと旧正月ですね、なるので、祝日は3日ぐらいしかないと思うんですよね。で、土曜日もね、仕事もあるので、本当にね、お疲れ様です、皆さん。ベトナムにいらっしゃる方。まあ、今日大晦日なんでね。うん、いや忘れましょう、仕事なんで。でね、もう部長の顔がもうここまで来ましたよ。うん、最後までね、飲みます。最高です。はい、ということで、ごちそうさまでした。おかけしましたんでね。それではね、ちょっとね、食品売り場、買い出しに行きたいと思います。今仕事終わってね、家に帰る途中なんですけれども、ぐらっとね、ご飯食べてからね、帰ろうと思ってます。今日はね、私がね、もうリピートするカンガーといって、鶏飯屋さんですね。前もね、一回テイクアウトでちょっと動画上げたかもしれないんですけども、今はね、外で食べれるんでね、ちょっと食べてからね、久しぶりに帰ろうと思います。混んでないといいんですけどね。あと遅く行ったりすると、チキンがなくなったりするんで。はい、ここです。それではね、ここに座ってね、食べたいと思います。ここはね、まずね、コスパが相当いいんですよね。で、チキンも美味しいです。で、私ね、いつも頼むのがこの5万5000丼のね、チキンのセットになります。チキンが2つついてくるんですけれども、あと他にもね、3万丼と3万7000丼のね、ものがあったりとか、チャーハンとかもね、あったりします。非常にね、美味しいです。ここはね、なくてはならないこのね、チリソース、そしてベトナムの醤油ですね。はい、ということでね、到着しました。いつもはね、こう切ってあるんですけど、今回ね、丸々1本でこう出てきましたね。こんな感じです。きゅうりとね、あとベトナムのこの漬物ですね、ついてきます。これが、海藻スープになりますね。エビの乾燥したのも入ってます。ちょっとこれ先いただこうかな。うん、味が効いてうまい、最高。この鶏はですね、ヌクマムでね、味付けがされて揚げられているのでね、すごい味はね、日本人好みのね、味になってます。なのでね、いただきましょう。いただきましょう。まずね、これね、チリソースね、なくてはならない。これぐらいであればね、そんなにお腹痛くはならないので、私はね。よいしょ。それではね、いただきましょう。このまずチキンね。チキン。チリソースつけていただきます。よいしょ。毎回言うそうです。うまい。味付けが完璧にされてるんでね、ヌクマムのね、しょっぱい味とか、あと甘辛味で、まあ、照り焼きにちょっと似てますけど、もうちょっと照り焼きを濃くした感じかな。うん、かってますからね。ベトナムのカンムア屋さんもこうやってヌクマムで味付いているバージョンと、そのまま素揚げして、でこういうチリだけで食べるね、カンムア屋さん、鶏飯屋さんがあるんですけど、僕はね、こうやってヌクマムで味付いているものが非常に好きですね。このスープなんですけどね、さっきも言ったように海藻と、あとエビかな、干したものが入ってて、非常にね、出汁が効いてて美味しいスープです。本当ね、この店はね、美味しいんでね、
もう言うことないんですよ、本当に。ただ食べるだけ。バカうめえ。本当に美味しい。ここ食べれるか分かんないですけど、僕大好物なんですよ。俺は犬か。私はね、ここも好きなんですよね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ただね、まあ6、7割ぐらいですね、中はね。まあ、ちょっとね、なんか葛藤してますね、今ね。何かもう一個食べようかどうか。ただね、もうね、あんまり食べ過ぎるのも良くないんでね、今日はね、おとなしくね帰ります。ごちそうさまでした。